今回は、2024春、不人気アニメ決定戦、をお届けします。当チャンネルおなじみの企画ね。今回はシンプルに、1ヶ月間の X のポスト数、に絞って不人気作候補を選んでみたよ。その結果がこのようなんだ。なかなか強力なラインナップね。でも、上位陣の1ヶ月9000ポストなんてそれなりに多い方だと思うんだけど。それに、1話放送後不人気作と評判の高かった、ハイスピードエトワール、や、ブルーアーカイブ、はなぜ入ってないの？その両方の疑問に答えるのがこの画像だよ。今期人気アニメと、今名前の上がった2作のポスト数だ。これは次元が違うわ。恐れ入りました。っていうか、ハイスピードエトワール、と、ブルアカ、ってこんなにポストされてるの？ブルアカはゲームもあるから、ブルアカアニメ、で絞った結果がこの数なんだ。アニメだけでこんなにポストされてるんだ。これは意外だったわ。ハイスピードエトワール、はオリアニだからこの数字は純然たるポスト数だね。序盤は、つまらない、クソアニメ、と話題だったし、途中から急激にテコ入れがされて面白くなったとこれまた話題になったからね。なるほど。どっちの意味でもある程度は話題になったのね。ということは、それらよりも全然話題になってない作品がこの表に掲載されてる作品たちっていうことか。そういうこと。今回はこの表の開発作品に対するネットの反応をお届けするよ。ちなみに、隣の妖怪さん、はライバル対決の動画で扱ったから除外ね。それでは本編をどうぞ。何かこれいろいろとひどいな。フィルマークスでめっちゃ評価低い。見ている間はちゃんとわかっているんだけど、翌日とかに思い出そうとすると他の異世界ものと設定、キャラ名、ストーリーごちゃ混ぜになる。主人公役の声優がカッコつけた時のカズマさんみたいな素晴らしい演技力ですごい。出来損ないレベルの作画を見てしまうともうそんじょそこらの低予算省エネアニメが普通すぎて見れない。ニコニコでコメント付きで突っ込みながら見る分には面白いな。というかコメントなしだと1話も見てられんが。不自然な作画のモブだらけなのに、不自然なものは見当たらない。で爆笑したわ。異常なものに囲まれてるやつは異常と気がつけないというのを表現している。スタッフが投げてるとしか思えない出来がいい味出してる。敵が急にスライドしたり映るたびに顔が違う狼とかどんな感情でこのアニメをスタッフは作ってるんだろ。声優はどんな気持ちで声入れてるんだろ。プロってすごいな。主人公と敵が戦う本来なら盛り上がる場面で決着シーンをカットするセンスよ。横から手がスーッと平行移動してるアニメーションで増えた。絵が描けない人がフラッシュで動画作ってる雰囲気ある。他でひどさを語るときに出来損ないを引き合いに出すのは卑怯とか最底辺の認識で一致してるのほんと好き。今期は出来損ないとこれの2強で決まりだな。どうしてデスゲーム化したかという部分すらはしょりやがった。 SAO っぽいなんかがいろいろあった。察しろ。 SAO のパクリかとうんざりしてたらテンプレばかりが来たな。ホンドちゃんがメインヒロインじゃないんかい。瀬戸ちゃんがヒロインっぽいから見ます。僕から言えるのはそれだけです。バトルはひどいし主人公の作画も安定しないな。これ原作小説22巻も出ててわろた。こんなでオチみたいな話をそんなに続けられるもんかね。リアデイルより全然長いな。辛くなってきた。ゲーム世界転生はじっくりやるもんじゃないな。アホみたいに無双して終わった方がいい。アニメは絵柄も演出も辛い。あとビルヘルムの声ひどいな。話はそんなに悪くないんだよ。アニメーション学院の卒業作品のようなキャラデザと必要なセリフを省いて余計なことばかり喋ってるのがダメ。話は本当に悪くないんだよな。すげえ面白いってほどでもないけどさ。大量生産されてるジェネリックなろうとしては比較的見れてしまうな。ランサーの人も結構お気に入りだし作が良ければな。共感できないキャラの挙動が多い。海外発注で数こなせないでやってるんでしょ。アニメ自体の玉数減らないとどうにもならんよ。ブルーアーカイブと時間かぶってるからどうなるか。これ、BL ではないのか。乙女ゲー系？仲良しで BL かよと思ったら女の子だった。期待させやがって。仲良しって女児向けしだよな。なんか家で少女とかが夢見そうな内容だった。必要としてやるとか愛してやるって言えばちょろそうで怖い。生活苦なのに男装にこだわって至るところに迷惑かけてるのに怒りを覚える。シンデレラストーリーにしちゃうのは女児向けか。少女漫画って拾われる展開好きね。男性向けの美少女が落ちてるみたいなもんか。ヒロイン、もっと中性ボイスも出せるキャストじゃダメだったんだろうか。一ノ瀬の無駄遣い。掲載誌が掲載誌ゆえか、設定がバガバで突っ込みどころだらけだな。可愛い女の子が男の子にしか見えないっていう設定が無理ある。あのか男絵で誰も女だと気づかないのは無理があるな。仕事クビになるなら女の姿だったら簡単に採用されるだろうにアホか。とにかく登場人物の感情が激しく揺さぶられるようなシーンばかりが強引に繰り出されすぎてお腹いっぱい。
あの容姿と描写で美男子に見えて血を吸われてあんな声出していちいち後ろに花が咲くとか令和でこんな描写見られるとは思わなかった。ハリーポッターの流れをそのまま使ってるなって印象。中華アニメだと知らずに見ても始まって3分で気づくのはなんでなんだろうな。何が日本アニメと違うんだろ。キャラたちが人の話を聞かずに自己主張をし続けるところかな。とりあえずあのスラムみたいな集合住宅は中国っぽい。作画の良さ、沢野博之、初回1時間スペシャル、3000万部というパワーワード。個人的に期待値は高かったんだけど一瞬で暴落した残念賞。初回どころか6週連続1時間放送、10話までには連続、だぞ。あんま面白くない上に毎回1時間ってだりーな。絵は綺麗なのに構成やらストーリーで急降下。もったいないな。なんだろうね。中間アニメってストーリーおかしくない？お国柄の違いでは説明できないおかしさ。唐突に妄想が始まって観客がポカーン。ストーリーが雑に進みメリハリが効いてない。日本アニメは観客にもわかりやすいように作られてるんだな。構成おかしいのチェックする人間いないって致命的すぎる。中国人の好む構成が日本人と異なるだけでは。見ててつまんない。設定とかギャグとかダメだし、何が強いの？何が面白いの？となってしまう。音楽だけがいいだけであとは中国って感じ。原作が悪いのかアニメスタッフがダメなのかどっちなんだろ。書きたいシーンだけ書き殴った中二の音みたいだ。言うほど頭使うゲームだった？全然使っていない。あんまり引き込まれるものがなかったな。なんかキャラデザも古い、低予算、なのかで気もチープだし。あの動く神経衰弱でカードを覚えるってあまりにも超人的すぎて一般人には面白さが伝わりにくい。この手の理不尽ゲームってゲームごとのルール設定とその攻略法で読者や視聴者をうならせるのが肝だろ。それが第一話からして破綻してんだからさ。全部後出しルールとハッキングで解決させる作者だぞ。ライアーライアーの作者って時点でライアーライアー集が漂ってるだけで同じ作者じゃないぞ。女の子が可愛ければまだ見れるんだがあまりキャラでも良くないな。原作でもそうなのかアニメでは尺の都合で飛ばしたのか知らんが、話の肝である神々の遊戯についての説明がなさすぎるだろ。これであんたは死亡とキャラがどやった後で相手側キャラがダメージを他のキャラに移すカードなんて出してこられるともうただしらける。原作にあるルール一覧アニメにはなかったか。変に変身エフェクトとか入れるから尺が足りんのだよ。敵チームのリーダーのターンに主人公がすかさず高速魔法で介入してきた。もうターン制限の意味ないじゃん。元神がゲームやりたくて我慢ならんってことであのゲームに参加したのに、いざゲームが始まったら感染って。神がどうこういう割にこのアニメほど勝敗がどうでもいい作品も珍しいな。これ連続2クールってマジか。そんなに人気作なんか。半年ぶりぐらいに渋谷に行ったら駅や街中がこのアニメの宣伝だらけで驚いた。女性声優陣が豪華じゃのう。今日放送なのにスクリプトしか書き込んでないので察するな。裏でやってる UFO に話題全部持ってかれそう。ジャンプって今こんなにつまらないのか。 UFO に話題を奪われて跳ねずに終わりそう。これ面白くなるのか。王道テンプレすぎて面白くならない。あと長男兵と稼ぎすぎてバランス悪い。面白くなかった。この絵柄でラブコメじゃなくて暴力だらけだからそれ嫌な人は無理かな。子供っぽい内容でギブ、まあ日語には向いてるかもね。まあ、中学生向けにはこういう話がいいんじゃないかな。これはジャンプの中でも特に小中学生向けみたいな漫画だからね。だから夕方アニメでやってるし。身内でワイワイやってるだけで話が小さい。せっかくヒロインいいのに主人公に魅力ない。何をやりたいのかいまいちわからんアニメ。現状の目的は主人公がむつみを守るための力をつける修行をしている。つまり柱稽古編ってことだな。アニメ勢だけど何を楽しめばいいのかわからない。スパイ、ギャグ、バトル全てが中途半端な印象。子供向けって言う人いるけど鬼滅、呪術になれたらこんな退屈なのにないって。スパイファミリーを目指したけどスパイ教室コースになってしまった感。オメガバーストは欧米が発祥と言われる物語設定で、アルファ、ベータ、オメガ、3種の人間が存在するユニバース、架空の世界、のこと。オメガバースとか設定難しいと思うけど男性妊娠可能な世界観とだけでも覚えて帰ってください。原作の紹介だと、ハートフル、ホームドラマ BL、ってちゃんと書いてあるのか。こういう、受け身女の代わりやらせてるだけの BL は無理だわ。男同士で結婚して妊娠出産だとどこから分娩するのかな？てか冷静に考えたら女の存在意味がない作品な気もするけど大丈夫かな。女性の理想の世界がこれなんやな。性で上下関係が決まるのは嫌、でも上下関係は存在してほしいという。純粋な BL だな。女同士で子供作ってるカップルを平等に出してくれてたら同性愛作品として見れたけどこれはただの BL だった。ちょっとダメだった。
BL なら割と見れるんだけど、出産できるのが生理的にダメなのかもしれない。ハートフルホームドラマ、騙されたわ。赤ちゃんと僕みたいな家族で見られるアニメかと思ったら人種問題に BL 風味を加えた話かよ。何このアニメ？ LGBT 法の弊害がアニメ界を侵食しまくってる。妊娠可能な第三の性とか言われても貧乳高身長男顔の女性キャラが出てくるストーリーと何が違うんだよって感じしかないわ。成人のキャラが男しかいない時点で察した。ホモって言われたくないから設定を無理やりこねくり回したようにしか思えない。腐女子って男に昭和の女やらせて女排除するよな。ダメだな本当に歪み切ったのは。全く色をつかれる展開がなくてテンプレをなぞってる感がすごいな。今期一番期待してたんだけどな。森を出てからが本編だから、そこまで駆け足進行にしたいんだろうけど、もともと説明が多い原作だから、ショートカットしてるような印象になってしまうな。ゴブリンを特徴薄くキャラでさ、下道描写を省く。信頼を得るに至るまでの経緯を省いてのハーレム。まあ細かい点で描写が足りてないんで不評はしょうがない。だから言ったじゃん、おっさん VRMMO のモンスターバージョンだよって。テンスラとのんびり農家がうまいこと料理に仕上げた後で素材だけで勝負してきたような結果になってるな。なんかいろいろカットしすぎじゃありませんかね。でも、おもろいよな。作がひでえけどサクサクで。作がひどいかな。出来損ないやニューゲートのせいで普通に見える。むしろアルファポリスにしてはいい。女エルフは性奴隷にされてるのに協力的なのすげえ違和感。原作見てればちゃんと理解できるんだけど、まあ原作知らないとそういう感想だよね。そうなのか。まあ確かにアニメはダイジェスト見てるかのような進行だもんな。ダイジェストすぎ。もうちょっと赤髪ホース出して。原作小説が読みづらい日記、漫画版が見づらい絵日記、アニメ版はまだマシな方かな。どうあがいても日記。厳しい意見ばっかりだったね。毎回言ってるけど、これ批判意見ばかり取り上げたわけじゃなくて、こういう意見がほとんどなんだ。さすが不人気作品だけのことはあるわね。ちなみに、5チャンネルのスレ数のワースト5はこんな感じ。これ、スクリプトの書き込みを含めてこの数なんでしょ？めちゃくちゃ少ないわね。特に少ないのが、ただいま、おかえり、で放送2ヶ月で300も書き込みがないんだ。スクリプトが100だとすると200しかないのね。X の1ヶ月間のポスト数もこんな感じ。間違いなく今期一の不人気作品ね。まあ、この作品については私も生理的に受け付けないから一切語りたくないね。スレミンも言ってたけど、単なる BL じゃありきたりだからオメガバースなんて気をてらった設定にしたんでしょ？としか思えないわ。今後この手の作品が増えないことを祈るしかないな。個人的には、夜桜さんの不人気ぶりがちょっと意外。放送前はかなり盛り上がってたのにね。裏が、UFO、なのが厳しいっていう人いたけど、今は配信の時代なんだから関係ないんじゃないの？怪獣8号、も前評判の割にいい話を聞かないし、どうもジャンプ系は最近ちょっと苦戦してる感が強いな。打ち切り同然に連載終了した、マッシュル、だけが爆発的にヒットしたというのがすごい皮肉だと思うわ。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。